吉さん、なんかね同じようなことを私も経験しましまた。私のところにあの相談寄せられてその方熱心に宗教を何年もやっておられてねそれをお金に変えようと思っているんだけども素晴らしい教えなんで絶対人の役に立つからお金に変えようと思うんだけどもでもそれを相談したらねいやそれをお金に変えるのはよくないことだって言われたっていうねだからその知識をお金に変えたりとか人が喜ぶことを無償で与えないといけないっていう恐ろしい先入観ですよね。 でも最もこの世の中でお金を集めてるのは宗教だという現実とそれから宗教っていうのは税金的にもすごく優遇されてるっていうことを考えると、まあ、最も強欲ななななのは宗教んんじゃないかなと思うんですよしかもお金に換えるのは良くないことだって言ってるその宗教そのものもじゃあお金に全く変えてなくって生きていられるのかってことどうやって寺院がそこにあってね電気代や水道代はどうしてるのか。 今朝っていう服がありますけどもそれはタダでもらったんですかとかいうことになっちゃうんですよで、宗教の教えが正しいとしたら世の中に経済がなくなってしまってお金がなくても暮らしていけるでも暮らすためには物を食べないといけない食べる人は無償で働くんですかっていう世界になっちゃいますよねまあ、それとも宗教に関わる人だけはお金から無縁な生活を送っていいんだってもし決めてるとしたら全くもって階級社会を肯定してるというかね神に仕えることが最も崇高で それ以外の人は神に仕えてない、あの異端のものだという考え方でねこれまた共産党に通ずるものがあるということで結構怖いなと思うわけなんですよでそもそも神様に仕えてるか仕えてないかって誰が判断するのってことですよねじゃあ宗教に関係している人がね全く悪いことしないのかって言ったら結構悪いことしてますからね、うん、で、宗教に高額な寄付を要求したりまさに宗教が一番お金を要求してるんですよ じゃあお寺の修理って誰がするんですか無料でするんですか修行僧がするんですかどういうことですかと、ね、結局誰かの行き地を吸ってんのが宗教じゃないかなって解釈すれば解釈できるんですよ。ただまあそういうことするとギスギスするんでね、うん、まあそのいわゆる宗教は崇高なものだっていう先入観を少し残したまんまあんまり触らずに行った方がいいのかなとそして同時にですよ宗教をお金に変えるって考え方だからおかしいんですよ。 一人の人が生きていて、宗教にも触れている。俗世間にも触れている。融合してガラガラポンチしてシャッフルしたものが一つの教えとなって、それが人の心を動かすものだったら、そこにお金が払いたい人は払えばいいんじゃないかなと。何もね、宗教に入ったからといって、1から10までその人が宗教になってるわけでも何でもないですからね。むしろ自分を求めて宗教を扱う部分もあるけども、宗教に愛さはずる部分もあって、だから皆さん悟りを目指すんですよ。悟りを100%もう、 達成した人は、まあ、その宗教のね、えー、教えをお金に変え,な変えるのは良くないみたいなことを言ってもいいと思いますけども生半可なものがねいつ俗世間の人間に変わるか分かんないしそもそも自分にやっぱ疑問があるから宗教というものに入るんでしょうしね宗教は必要ないよと神様必要ないよっていう人ほどやっぱり自分にきちんと責任を持って生きてるんじゃないかって考え方もありますんでね。 これはもう考えればきりがないですよね。これが正解ですってどっかに書いてあるわけでもないですし、そもそも神様や仏様がなんか降臨して何かをしてるわけでも何でもないんでね。でもっと言ったら仏様が降りてきてもそれが仏様ってどうやってわかるんですかって話ですよね。世は仏なるぞとかね。世は神なるぞって言っても本当みたいなね。どうやって証明するんですかって。それあなたの感想ですよねって言われたら終わりですからね。それあなたの感想ですよね。